はい、どうも、たくみです。ということで、今回は、こちらプレゼント企画のね、当選者発表をしていきたいと思います。まあ、ちょっと今回、ゆるく、ね、やっていこうかなと思います。で、今回はこんな感じでね、画面で多分6個かしら映ってるか、俺がちっちゃくなって、どっか映ってるかなっていう感じなんですけども、今回も、YouTube ランダムコメントピッカーっていうね、サイトを使わせてもらいます。で、合計のコメントが231ですね。今回に関してはその同じ人のコメントとか OK みたいな何個もコメント OK みたいな感じにしてたので、結構ねいろんな方が同じコメントしたりとか同じアカウントでめっちゃコメントしたりとかあったんですけども、今回はちょっと言ったんだけど、そうやってちょっと次回からねちょっとね1人1コメだけにしようかなって考えてます。まあちょっとわかんないけどね、なんか同じ人のがこうバーってやってるとなんか他の人もなんかコメントしづらいのかなとか思ったりね、したので、ちょっと次回からはもしかしたら1人1コメまでっていう形にするかもしれないです。とりあえずね、じゃあ早速1名様、今回は、まあ、iTunes か Google Play どちらかですね、まあ、コメントで書いてくれてると思うので、まあ、ここでドンと当選者発表して、その書いてあった方のを、はい、書いてあった方を送るので、一旦まず YouTube のメッセージか、まあ、TwitterID が書いてあったら Twitter の ID で、一旦当選しましたっていうのを送って、それで3日以内に返信をしてください。で3日以内に返信がなかったら、まあ当選なしと次の方に当選みたいな形にさせてもらいます。なのでまあ3日以内に返信 YouTube か、まあ、Twitter で返信してください。はい、では行きましょう。さあドン。はい、ということで決まりました。早いな、これ、ドゥルルルドンとかじゃないから、もうすぐだから。この方ですね。マンジンさんですね。Google Play お願いします。ということで、ちょっとこっからはまあ、映像は映さないんですけど、ちょっとね、一応確認でメッセージが送れるかだけね、ちょっとこちら側で確認させていただきたいんですけども、あれ待って、コメントじゃなくて、はい。メッセージが送れません。なので、ちょっともう一人、ちょっと当選者やりたいと思います。行きましょう。で Twitter のねやつもないからちょっと今回は申し訳ないです。すいません。メッセージ機能送れるようにしといてください次回から。続いて、もう決まりました、ジョー M さんですね。見てましょう。あ、この方はメッセージ送れるかな。あ、送れますね。はい、ということでじゃあジョー M さんですね、この方が当選となります。おめでとうございます。まあ今月はこんな感じで、今月、まあそっか、今月、先月の分ので今月のプレゼントみたいな感じで、が、ジョー M さん当選という形で、またあの YouTube のメッセージで、今日か明日までにメッセージを送るので、それに3日以内に返信よろしくお願いします。それが来てから、今回はこうですね、ジョー M さんは iTunes カードなんで iTunes カードの方を送りたいと思います。まあ今月のね、高評価数も来月の方にねプレゼント企画でやるので、まあ来月はちょっともしかしたら iTunes、Google Play 以外にも Amazon ギフトとかもねちょっと追加してもいいのかなと思ったんで、まあもしかしたら Amazon ギフトとかも追加するかもしれないので、もしよかったらね、高評価をして、次回のプレゼント企画つなげてくださると嬉しいかなと思います。はい、ということでね、今回はまあちょっとね当選しなかった方は申し訳ないですけども、また次回の方もね応募していただければいいかなと思います。プレゼント企画やってますのでね、ぜひぜひ参加してください。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ということで以上、たくみでした。じゃあね。